勝なんてできるわけねえんだよ。あの化け物に勝てるわけがねえんだからね。おい、ケンシロウ、囚人闘技ってのは要は囚人の公開処刑なんだよ。どんなに勝ち残っても最後はあいつの餌になって終わりだ。
まさかデビルリバースを倒すとはね。あなた本当に強いのね。町の指導者には会えるのか。安心して、今からここに来るわ。それにしても歓声がうるさくて仕方ないわ。みんなデビルリバースの連勝にかけてたんだけど、不思議なものね。今回の賭けは私の一人勝ちだったようですね。ええ、あなただけよ、ケンシロウに賭けていたのは。お酒でもおごってもらわなきゃやってられないわね。考えておきます。私はこの町エデンの統治を任されているキサナと申します。お前がエデンの。優勝おめでとうございます。エデンの長が優勝した者の望みを聞く。それがこの囚人討議の定めとなっています。それでは、あなたに問います。あなたはこのエデンで何を望みますか？俺はこのエデンにいるユリアという女に会いたい。それだけだ。ケンシロウさん、あなたにこの町での自由を与えます。おい貴様、正気か？お前も見てただろ、あんなわけのわからねえ剣法を使う人間なんだぞ。ジャグレ、ケンシロウさんは勝ったの。勝った人間の望みをエデンの長が聞く。それが囚人討議の決まり事のはずよ。それはいいですね、ジャグラ。感謝する。ケンシロウさん、今日からあなたはエデンの住人です。あなたの望みがこの町で叶うことを願っていますよ。おい、てめえ、キサナの許しをもらおうとなんだろうと、俺はてめえのことを絶対に信用しねえからな。この町で自由に過ごすことも許されえ。変なことしねえか、ずっとそばで監視してやる。いいか、少しでもおかしな素振り見せたら、その瞬間にお前をぶっ殺してやるからな。そうだ、ジャグレ、ケンシロウさんにエデンを案内してあげてください。ちょっと待て、なんで俺なんだよ。